はい、どうもトラキチの無課金ハオロード阪神純正編です。今日でログインが、1787日目ですね。はい、現在2024年5月8日の、午前9時33分なんですけども、今回ですね、育成ストリートあと2日と5時間残ってるんですけど、もうすでにね、昨日ぐらいに、森池全部終わりました。はい、そうですね、自然回復のみで、全て終わりましたんでね、Sラン契約書開封したいなと思います。で、まあ、スターナインスコアの方もね、もうすでに終わってます。はい、そうですね、自然回復のみで終わりましたんで、まあ良かったかなと思います。はい、そういう感じですね。はい、それではまあ S ラン契約書を開封するんですけども、その前にですね、ゴールデンウィークの、5連ガチャね、あれの最終日の、結果の方、あらかじめね動画ありますんでね、そちらの方をまずご覧いただきたいなと思います。はい、こんな感じでした。指名候補トークン、はい、ということでね、A ランクトータル4枚、まあ、最終日1枚出ましたんでね、トータル4枚、出まして、まあ、うち A ランク自チームがね、2枚出ましたんでね、まあ良かったかなと思いますね。トータルで A ランク4枚出ましたんでね、はい、まあ、悪くはない方かなと思います。はい、良かったです。はい、それでは、累計の S ランク契約書ね、開封したいなと思います。はい、これですね、サクッと育成ストリートの累計 S ランク契約書いきます。ぜひね、阪神来てほしいです。お願いします。さあ、阪神来い。インスト結構いい方ですけど、さあバット当たれ、バット当たらへんか。阪神来い。おーっしゃ久しぶり、近本選手来ました。はい、Gチーム来ましたよ嬉しい、久しぶりやな。はい、通常ですら、通常の S ランクの Gチームですら久しぶりですね。まだまあね、タイムスリップとかね、そういうスペシャルレアリティ系は一切来てませんけども、いやー来ましたね。いやー久しぶりやないつか来るとは思ってましたけど、やっと来てくれたかなっていう感じですね。はい、Gチーム行きましたね、非常に嬉しいです。はい、近本選手、あー来た嬉しい、久しぶりやな。ちょっと一応ね、能力の方見ますね。いや嬉しいな。はい、こうですね。はい、近本選手ですね。はい、これです。はい、守備がセンター A ですね。弾道中弾道ミート79、パワー69、走力85ということで、一応ねシリーズこれですね、これ持ってますね。はい、これを持って、去年のシリーズ2ですね。はい、そこからの継承となりますんでね、いやー非常に嬉しい。そっか、よかった、久しぶりやなこの感覚久しぶりですわ、よかった、嬉しい。はい、まあ何よりですね、はい、サクッと育成ストリートの累計のエースラン契約書から、阪神の近本選手見事来てくれましたんでね、非常に嬉しく思ってます。はい、よかったです。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチの無課金ハオーロード阪神純正編でした。